開催が始めてどのくらいですか？恥ずかしくてね、言えないぐらいですか？10年以上やってます。でも全然上手にはならないですけど。いやみたいな。絵って不思議なもんで、意外とね、やっぱすごい先生はあんまり教えないですよ。もう最初から自由にお描きよみたいな。そういうあれだよね、意外とね。手取り足取りみたいなやんないよね。教えちゃうと先生の絵みたいになっちゃうから、やっぱしね。あんまり教えないで自分で、こうやったら水の量このくらいだったらこうかしらとかってね、考えてやるしかないんだなと思って、私たちは水彩画だからかもしれないですけどね、自分で覚えていくしかないよね。この絵の構図とかももうあんまり教えはなく、自分でどう描いたら一番いい構図かみたいな。結構構図は先生が教えてくださるよね。逆三角形とか不等辺三角形とか、そういう言い方はしてくれるんですね。基本はやってくれるんです。またこれ今ここはちょっと教室ね、今ちょっと先生がいないでみんなまあ同好会みたいだけど、やっぱもうね、師匠がいらっしゃいますからね、いるからなんとなくみんな教え合ってるっていう感じで、でも逆にそれがね楽しいね。先生がいれば先生のこういうふうにやんなさいっていうのが強すぎちゃって、だから自由でいいなと思いますよね。あちらにいる2人はまだ入ったばっかですけど、すごい上手。このくらい。もうね、すごい雰囲気のいい。2ヶ月。あ、そんなもんなんですね。あら。早い。すごい。